今日と結構神の伝わりに従って夫婦となろう。あなたはその健康の時もそうでない時もこの人を愛し敬い慰めかつてその命の限り共に生きることを誓いますか。はい、誓います。青木奈々子さん、あなたこの人と結婚、神の下の人だって夫婦となる。あなたはその健康の時もそうでない時この人を愛し敬い慰めかつてその命の限り共に生きることを誓いますか。はい、誓います。皆様、本日は、私たちの、結婚披露宴に、ご列席いただき、誠に感謝しております。ありがとうございます。ちょっと緊張してるけど変なこと言っちゃってごめんなさい。皆様が少しでも楽しんで、そして何か心に何か残して帰ってくださってくれたらいいなと思っております。本日はよろしくお願いいたします。さらにテニスやダンス、英会話も頑張り、ラグビー部でご活躍された中学校時代から芸能プロダクション A ライツに所属し、おめでとうございます。ウェディングケーキご入場です。おめでとうございます。はい、ご準備できました。では無料で伺います。トーマさん、普段なのかさんのことは何て呼んでるんですか？なあちゃんって呼んでる。皆さん、お許しください。はい、おめでとうございます。さあ、それでは素敵なお二人、お色直しです。どうぞ皆様、いま一度大きな祝福でお送りください。は新婦南本さんの地元の友人の皆様からお預かりした映像、皆様と共に新郎新婦のお二人へとお届けいただいてまいりました。今日まで22年間愛情深く大切に育ててくれてありがとうございます。この日を迎えてパパとママの偉大さ、親のありがたみを感じています。子供を産むことがどれだけ命がけのことか、子供を育てることは無償の愛で、時には自分を犠牲にしなければいけないことや、仕事をしながらどんなに大変だったかがよく分かりました。その2人を今日まで大切に育ててくださったお父様、お母様、お二人の心の中は今そんなご両親様への感謝の気持ちでいっぱいだと思います。それではその気持ちをご用意された記念品5名お送りいただきます。今日までいただいたたくさんの思い出の上に、これから2人でしっかりと歩んでいきます。それではゆっくりとお進みください。どうぞ皆様、このご家族の絆に今一度大きな祝福をお送りください。ご列席いただきました皆様に向けまして、よく代表し、新郎のお父様、梶田修二様より御礼のご挨拶がございます。それではお父様、こんな未熟な2人ですが、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。それではこれをもちまして、梶田青木ご夫家のウェディングパーティー、めでたくお開きとさせていただきます。皆様、本日は誠に